レフニコラエビチ・プイシュノフは、ロシア出身のピアノ奏者、オデッサ出身。3歳の時から音楽の才能を示し、5歳で人前でピアノを弾いたが、音楽の天才少年として売り出すことに、否定的だった両親の配慮により、当初は特段の音楽教育は施されなかった。9歳の時に、父親が死去したことにより、母親の故郷であるキエフに移住して、科学の勉強に、 しばらく熱中した。14歳の時に、地元の歌劇場のオーケストラに参加した縁で、ヒョードル・シャリアピンの地を得、シャリアピンの勧めで、サンクト・ペテルブルク音楽院に進学し、アンナイ・シポワにピアノ、ニコライ・リムスキー・コルサコフ、アナトーリ・リラードフやアレクサンドル・グラズノフに作曲、ニコライ・チェレプニンに指揮法を学んだ。1910年には、音楽院からディプロマを得て、ヨーロッパに留学し、 アレクサンダー・ボロフスキー、ユリウス・イッサーリス、エトヴィン・フィッシャー、アルフレッド・ヘインの各詞のレッスンを受けた。1911年には帰国して演奏活動を始め、1913年から1917年までトビリシュ音楽院でピアノを教えた。1919年にペルシャに演奏旅行に行き、帰国後にパリ経由でイギリスに亡命した。 1924年にはアメリカに演奏旅行に出かけて成功を収めた。1935年にはイギリス国籍を取得。ロンドンにて没。アーカイブ2019年5月22日。ウェイバックマシン。ケネディー・マイケル・ザ・オックスフォード・ディクショナリー・オブ・ミュージック・オックスフォード・ユニバーシティ・プレス。 p664、ISBN 9兆7801億9957万8542レフプイッシュノーフディスコグスハット、レフプイッシュナフ。2019年5月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年5月23日閲覧。ありがとうございます。